こんにちは、チリスポットです。本日はですね、こちら和歌山県のですね、海南市の方に来ておりますね。こちらですね、海南市の海岸沿いなんですけど、海岸沿いというか海沿いですね。昔ですね、非常に流行っていたプールがあって、そのプールの廃墟があるんですね。そのプールの廃墟の周辺がですね、ちょっと別荘地なのか、それかですね、そこのプールに来てた人たちを、お客様として何かご商売されてたか、それかそこに、昔そういったプールがあったから、別荘地みたいな感じで生活をしたかっていう、そういった廃墟があるということで、今回散策リサーチの方に来ました。ではですね、この先に行ったらですね、まずプールがあります。はい、下に降りていけば、でそこ一回散策して、ちょっと正面のですね、右の方には多分おそらくある廃墟群を散策したいと思います。でこの辺ですね、めちゃくちゃ不法投棄が多いんですね。もうちょっと見ていただいたら分かると思うんですけど、すごいですよ。はい、ちょっとね、びっくりするぐらいあります、不法投棄が。でちょっとね、ほらここもうすごいですよ、これ。虫がすごいな。ここもすごいですね、不法投棄が。いやーすごい。でこの上も、冷蔵庫があったりとかね。冷蔵庫かな、冷蔵庫ですよね、あれ白いの。不法投棄がこの崖にね、すごい転がってます。でまずちょっとこの先行ってみたいと思いますね。はい、不法投棄あるでしょ。何これ、何やの、びっくりした。すごい物音がしましたね今。さあどっから海に降りていくんだろう。すごいですね、うわ。下がコンクリートになってるので、昔は整備されてたんですね、かなり。多分ですね、おそらくこの下が行けそうですね。結構これ急ですね。これ結構やばい。結構ここ通ってたのかな、昔プール行くまでみんな。でも結構これ急っすよ、やばいやばい。一応こうロープがなんかね、置いてますよね。ロープが置いてるとか、ロープが張ってますよね、ロープが。はい、よいしょ。じゃあちょっと降りてきます。うわー、でもちょっとね、暖かくなってきたんでね、ちょっと虫がやっぱりね、増えてきましたね。もうね、何回もね言ってしまってるんですけど、虫は大の苦手で。はい、でね、じゃあなんで山とかこういうところに来るんだよっていう、思われる方もいてると思うんですけど、ね、好奇心と興味がすごく湧きます。あ、やっぱそうか、これ階段ですよね。これ階段で、多分この上は崩れてるんですよ。じゃあちょっと降りていきますね。ここはもうずっと階段ですね。降りてきます。よいしょ、よっ。おお、結構ね急っすね。でもすごいね、ゴミが多いですね。よいしょ、よいしょ。あ、出てきました。あ、ここが昔プールでめっちゃくちゃにぎわってたんでしょうね。すごいプールで賑わってて、お客さんが多かったんでしょうね。なんか浮き袋の残骸があったりとかしますよね。うわ、でもこれ波がすごいな。波がすごいなって言っても、ちっちゃな波ですけどね。はい、
多分サーファーさんからしたらこれは波じゃないって多分言われるでしょうね。でちょうどあの正面がですね、昔プールとして利用された場所ですね。うわ、もう波で完全に崩壊しますよね。あー、すげえなこれ。もう完全にもうねえ、もう崩壊しちゃってて、これやばいな。よいしょ。まあ、ここがね、昔にぎわっててすごい流行ってたんでしょうね。はい、あれ、なんかあそこに白いタンク置いてますよね。何やろ、なんか白いタンクで白いバケツですかね、置いてますね。なんか釣り人とかすごい来そうですよね、こういうとこ。おっ、ちょ、あれちょっと見えますか、あそこ。カメがいてる。マジで、あれ、すっぽんちゃうの。え、すっぽんがこのとこにいてんの。これ多分プールだったと思うんですよ、ここね。はい、全体が。で、そこちょうど見えます？ちょうどね、あそこ、ちょっと見えますかね。あ、フォーカスできないか。ちょっと見えますかね。亀がいてるんですけど、すっぽんっぽいですね。この子すっぽんいてんのかな？でもどう見ても普通の亀じゃないですよね。青亀とかじゃないですよ。すっぽんっぽく見えます。これ全部ね、プールだったと。今プールが、まあ見てもらったら分かる通り、こう、なんか、あそこはなんか水が来てるな。水が来てて、こう一応循環してるんだ。へえ、すげえ。ちょっと降りてみたいと思いますね。へえ、ちょっと亀がいてたのびっくりしたな。おう、よいしょ、よいしょ。わかります？あそこに亀いてるんですよ。亀、亀ですね。見えますか？うまく隠れてますよね。はい、海沿いのところに亀がいてるってちょっと面白いですね。ここは全部プールで、今もうあれですね、淡水魚が住んでるという。はあ、あそこに書いてますね、プールサイドって書いてるんですかね。はい、プールサイドって書いてますね。はい、これなんだこれ、動物の糞みたいなのしますね。やば、よいしょ、よいしょ。はあ、まあね、昔ここもねプールだったんですよね、ここら辺も。あ、一応そこになんか、よいしょ、ちょっと謎ですけどね、シャワー室かな、なんかありますよね。いけるかこれ、崩れんのよ、いいよ、よし、いきますね、よいしょ。あー、こっちもな、山道になってますね。あ、ここ多分設備関係置いてたんですよね。ここは多分シャワーとか、そういう、あ、多分シャワーですね。シャワーとかを浴びれる場所だったんですね。はあ、やば。これはちなみに何なんですかね。うん、すごいわ。はい、ということでですね、はい、上に戻ってみたいと思いますね。はい、
で、ここはもう完全な淡水ですね、おそらく。上からの山水かなんかが流れ出てきて、そこが循環してこう、多分ここにこうずーっと流れ出てる感じですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。じゃあね、上に上がってきます。よいしょ。じゃあね、ちょっと今からこっちの左の奥の方をですね、散策してみたいなと思います。結構急だ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やってきました。うん、なよ。タヌキ、タヌキいます。タヌキ、タヌキ。見えます？あそこ。タヌキや。今タヌキいますよ。これでも夏場は来れないな。これは夏場来たら。うん、またヘビとかスメバチとかやばい。あ、やばいっすね。この右手にいきなり廃墟らしき物件がありました。ちょうどこの左側は崖ですね。もううわ、やばい。これ何、これ多分基礎自体がもう崩れちゃってるので、これちょっと見たらこの辺とかですよね。でこれなんですかね、ここ基礎の上に基礎っていうかこう石で押さえつけてますね。これやばくないですか。これちょっといつ崩れてもおかしくない。こっちが浮いてますもんね。うん、上の基礎と下の、あ、上の基礎っていうか柱と下の基礎の石で、これいつ崩れてもちょっとおかしくないですね。はあ、はあ、とね、すごいですね。はあ、ちょっとびっくりしますねこれ。あ、この上にもありますね。うん、上にも2頭。はあ、あ、開くわ。